桜の場所で交わした想い。星の鍵
震える時が来ても宿命は忘れない、人はきっと希望を捨てずに戦うこと、運命と向き合うことできるから、私は枯れはしない。アキブムスをエタニティ今守る時のガーディアン、枯れない花は今でも月を呼んでいる。重ねて桃源郷は長い旅路の